迷惑がない状態で行きなさいって言われ始めてたから、うん、超困る。試験の入試の対策とはなんか全然違って、全然困るかっていうのがあるかなって思う。試験の対策とか、今まではずっと光を光にして、今回の課題は光とかで対処して書くっていう。夜に中間の作業を続けることができたし、さらに夏休みの理解が深まったなって思います。なんか、夏休みを見て書くときに、なんか大学入ってからはもっと道具に対して親しみを持って、こう、扱えるようになるっていうことが大事なんだなって思ったりもしました。なんか、私も同じような感じで、特にパイナップルとかを描いてるときに、その絵の具の使い方とかを結構こう質問したり、先生が答えたりするのを聞いてて、でなんか受験のときはそういう絵の具の、その質感とか、透明透明とかの、その使い分けみたいなのを全然考えてなくて、でそれを聞いたときに、なんかこういう道具の研究みたいな、そういう言い方とかもあるんだなって。オンラインで会った時のことがすごい今教えてもらってるスムーネギとかにすごいつながるところが理解しやすい時がある。そう、これを踏まえても今の課題でちょうどいい感じになる。関連だとみんな合わせて
なって、なんか最初に切ってる人を見るのに次自分も切ろうって、切りたくなって、なんかあれ最初にリンゴ、課題リンゴって入れて、なんか複数個書くってなって、でその最初に多分書いたんだけど、なんかすごい時間が余っちゃって、1回目の課題っていうのもあって、なんかみんなどんな風に書いてるのか分からなくて、なんかいっぱい書かなきゃって思って、とりあえず1枚全部こう埋まるぐらい書かなきゃなって思ったら、そのなんか切ったやつとか、そのレパートリーがないとちょっとモチベーションがちょっと足らなくて、いろいろ切って遊んでました。かっこいい。
感じもすごい愛着が湧いてきて、かわいいの、そいつ。Thank you.
してるから、うん、家で買ってきて夜とかも一応書こうと思えば結構書けるから、うん、なんか朝のやらなきゃいけないこととかにこう圧迫されて結構こう短くなったりとかしちゃう時もあって、まあ、なんか時間をこう確保できるからいいなと思って。でも夜に回ってめちゃくちゃで提出することもありました。コーラの話でしか。
ゴールデンコーンで新しい、あ、うん、見に来た、あれって東京から来た、東京から来た、ね、周りにいる人たちがいつも限られてて、夏に飛行機で関西に行って、
レベルがやっぱ順番もしてて、でもうまい人ばっかで、丁寧から始まって、それをなんか同じ感じで比べる、なんか大事かな。うん、比べる指標が多いので、
Thank you.
してるその、なんか舞台出て何をしたいかみたいなのを聞かれたときに、なんか本当は前からそういうのも聞かれるだろうって聞いてて、で、その、なんか考えてたんだけど、その質問だけ答えが出なくて、でも聞いたときに本当にびっくりして、どうしようって思って、でもなんかこう言ったことがあるんだけど、その言った内容があまりこう自分で深く考えてなかったことだけど、なんか終わった後に、なんか受験が終わったととかに、こうよくよく考えてみたら、あ、こういうことも本当はありかなって思ったのかなって。私も今年で結構、その何やりたいなって質問だけちゃんとした答えが、
その後輩の人に、その受験とか、まあ、まだあの高校、まあ、まだ受験生じゃないんだけど、その美大受験を考えている人がいて、その絵を描くことと、趣味で絵を描くことの両立、あと勉強も含めて、それが難しいってこう聞かれてたことがあって、でなんかそのデッサンとして絵を描くことも趣味として絵を描くことも、その元々は多分絵を描くのが楽しいとか他に何か理由があって、それを動力源にしてこう絵を描くっていう行動に出てるわけで、多分その両立が難しいっていうのも時間的な意味もあるけど、その心的な意味もあって、 でも根本的にやりたいって思ってる気持ちは一緒だから、こう分けずに考えてほしいなとか、そのきっかけみたいなものをこう大切にして、多分最後までこう絵を描くっていうことにちょっと前向きになれるのかなと。サボらないっていうのを決めて、コンクールの人とか、次の人と一緒になくなったりとか、嫌な課題の時とかあるけど、それでも行くって、それから、なんか試験でも何でも大丈夫かなって思ってたんですけど、なんか絵に関すること以外は、ぶっちゃけどうなってもいいから、絵だけは頑張ろうって思って、やってた。クールで学べられて、いろんなことを教えてる先生にすごい言われて、結構そのあとがすごい何て言うか一生懸命で、ちょっとなんかやりたくないなとか、そういう期間があったとしてもいたらいいんですけど、それをどうやって勉強したっていうかね、大塚さんと気が冷たくなるみたいな自分の強いなんか意思みたいなのがあればいいなって。これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。